いどうもアニマルバテモトでございます。というわけでただいまこれ見てもらったらわかると思うんですけども、アロワナ、アジアロワナ化石流、はい、2万5000円ぐらいでね売ってるところとかもあるんです。はい、だからしかしね、あの化石流普通に買えばそんなもんな金額では買えません。何十万とすることもあるし、まあ安くても10万以上は多分するんじゃないのかなと。うん、しかし入札も多いですよね。2万5000円ですもん、だってねえ。で、私も最初、まあ、120センチ水槽の60センチ、奥行き60センチ、うん、買ったのはアジアロワナをね買おうかなと思って、その水槽をアクリル水槽の方ですね手に入れたんですけども、最初はねやっぱね化石流とかね高瀬金流っていうね、アジアアロワナの中でも結構金色が出る、はい、まあザアロワナみたいな感じのやつを買おうかなと思って物色してたんですよ。まあだけど5万円だったり10万円だったり、はたまた20万円だったりと、このズブの素人がね払う金額には高い、まあもちろん高いお金出せばねそれだけいいものが買えるのは分かっております。だがしかし、やはり私 YouTube でこうやって動画上げてるんでね、こんなもんいっぱいいるじゃないですか。すギョい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 の魚の魚ね、すギョい、アジアアロワナ買ってる人なんていっぱいいると思うんで、私はもうあえて初めて買うアロワナをね初めて買うアロワナってやっぱ愛着持つと思うんで、あえてこの2万5000円ぐらいのアロワナに、アロワナに手を出してみようかなと思います。まあ自己責任です、完全に。これがまあ偽物とまでは言いませんけども、まあね、化石流で書いていくからって金がどこまでいくのかも分かりませんし、そもそもその証明書自体を偽造している人らもいらっしゃるそうなので、どこまで本当なのかは分かりません。まあ少なくともアロワナは送ってくると思います。アジアアロワナ送ってくると思いますので、このやつを購入してみたいと思います。でですね、購入したん、落札しちゃったんですけども、先ほど見ていた2万5000円の化石流は最初のうち候補に入れてたんですけども、やめました。はい、それなぜやめたかと言いますと、ちょっとその証明書っていうか、そのアロワナのそのね、例えばマレーシアのアロワナファームの証明書が写真に載っていなかった。これがちょっと一番大きい理由かな、うん、で別の方で探したら高瀬金流、まあちょっとこの辺アジアアロワナの種類の方の話になるんで、またちょっと後で話しますけど、高瀬金流と化石金流のミックス、はい、まあ、ハイブリッドですね、はい、まあ高瀬金流自体もハイブリッドなんですけど、まあそのハイブリッド、そちらの方を今回購入いたしました。まあ2万5000円ぐらいでした。はい。で、そちらの方は、アロワナファームの方の、証明書がついていたので、まあそれが偽物でないか、偽物であるか、それも分かりませんけども、とりあえず来たら、それも見て、僕ももうど素人アロワナリストですね。まだね、アロワナすらまだ来てないっていう。そんなバカがね、アジアアロワナのいいのに手を出すっていう、無謀だと思うんですけども、まあ騙されてもいいか、騙されてもいいけど、騙されはしない、まあ、生き物は生き物なんでね、まあそんなやつでも書いていったら愛着湧くかなということで、今回はそんな感じで新たな生態を迎え入れたいと思います。それではアロワナっていうもの自体をね、皆様多分印象としてあるのはお金持ちの後ろで優雅に泳いでるアロワナとか、すごくでっかいシルバーアロワナとかっていうのが、
メジャーだと思うんですけども、アロワナには大まかに分けて何個かの種類がある、 何種類かあるんです。でまず、そちらの方を説明していきたいかなと思います。はい、まず一般的に一番大きくなり、そしてまあ比較的お求めやすいアロワナ、そちらの方がシルバーアロワナでございますね。まあ5000円とか2000円とかでも売ってる、ちっちゃかったらね売ってるアロワナですが、1メートルぐらいになっちゃいますんで、180センチ水槽とか用意できねえんだったら買ったらやばいぞっていうようなね、はい、お魚、まあザアロワナの一つですよね。これね、アロワナといえばこれを思い浮かべる人らも多いと思います。でその次にですね、まあ、見た目はもうよく似てるんですけど、ブラックアロワナというものがいます。こちらシルバーアロワナよりは少しちっちゃくて70センチぐらい、ちょっと神経質なアロワナなのか、ちょっとペーハーとかにもちょっと、低め、酸性とかにして、買わないといけないんで、アロワナの中では難しいのかなというブラックアロワナ。ちょっとヒレとかにもね、色が綺麗なアロワナなんで人気はあるそうなんですけども、アロワナの方ではちょっと難しいかなと。まあこちらも最低でも120センチ水槽ぐらいは用意しないといけない。まあシルバーアロワナより少し高く、まあ5000円とか8000円とかで売ってたり、1万円超えるものもあったりするそうです。そしてですね、オーストラリアの、アロワナがいまして、ノーザンバラムンディっていうアロワナがいます。まあ形で言うと、シルバーアロワナとかにも似てるんですけども、体の色とかヒレの感じが違いますね。ヒレの感じで言うと、この後説明するアジアンアロワナみたいな感じにちょっと近いのかなと。みたいな感じですね。サイズはそこまで大きくならないそうですけども、まあサイズ的には結構奥行きのあるものを買ってあげないと、エラがめくれ上がったりとかね、体の割に硬いアロワナだそうですので、まあ90センチとか60センチの奥行きのあるもので飼育された方がいいそうです。まあ価格はまあピンキリなんですかね、まあ1万円超えるものもあるそうです。はい。そして今回私買ったアロワナは、アジアアロワナ、まあ値段的にはアロワナの中では一番高い、はい、高く取引されるアロワナの種類です。まあその中にもとても細分化した、細分化した細かく何ていうかね、グレードやに種類が分かれてたりとか、取れる場所によって、取れる場所によってまた色合いが違ったりするんで、うん、赤いアロワナとかね、金のアロワナというものは高くなりますね。まあ、こちらの方も60センチとか70センチとかってなってきます。まあ、ですので今回私買った120センチ水槽、奥行き60センチ以上の水槽は必要となってきます。まあ、僕が買ったのが最低限ぐらいの水槽になるんじゃないのかなと思います。でちょっとアジアアロワナの方を細かく説明していきます。アジアアロワナの中でもいろいろと分かれておりまして、まず一般的な名前よく聞く加瀬金流とか、その辺っていうのは金流系、アジアアロワナの金流系です。マレーシアとかあの辺が結構有名なお魚アロワナなんですけども、その中のグレードで一番上のが加瀬金流、はい、加瀬金流っていうのはまあ、単純に言うと金の幅が背中まで金色、頭から尻尾まで金色になるような個体を指します。はい。まあ、より金色っていうやつですね。どのアロワナよりも。で、そのちょっとグレードが下がるもので、高瀬金流っていうものがあります。高い瀬の金流とかね。で、これも大きくなって金色に染まっていくんですけども、まあ、背中の方が黒く残ったりとか、まあ状況によっては加瀬金流ぐらい金色になるものもあるそうです。はい、まあいろいろな地域によって変わったのがありまして、加瀬金流とこの後説明するベニオ金流の、ハイブリッドが高瀬金流となります。はい、でベニオ金流、はい、こちらの方はヒレがヒレはちょっと赤いのかな、ベニオ金流というぐらいだからね、
はい、まあ、それよりも、高瀬金流よりも金の上がる位置が低い、まあ、ヒレでいう下から4段目ぐらいまで金色に染まるタイプをベニオ金流と言います。まあ、ヒレが赤くなるから多分ベニオ金流というんだと思います。まあ、こちらの方が、金流系のアロワナでございます。そして、紅流、ベニの流と書いて紅流と言われる、アロワナ、はい、こちらの方は赤くなるアロワナですね。はい、交流の中にも血交流という、スーパーレッドっていう名前でね、販売されているものがあったり、まあ、ラッショー交流って言ってもうすごく赤黒いもうどぎつい赤、うん、の、アロワナ、アジアロワナがいたりもします。まあ値段的にはこの交流が一番高いんじゃないのかなと、うん、すごくアロワナのコンテストでもやっぱ赤みを競う人が赤みを競うコンテストがあるそうです。で次からちょっとアロワナの、アジアアロワナの中でも金額が下がるものとなってきます。まずはバンジャールレッド、バンジャールレッドって言いますけど黄色の竜って書きますね。はい、まあオレンジ色にちょっとねヒレがね、うん、染まるアジアアロワナでございます。はい、まあ金色にはなりません。うん、そして、一番まあ安いって言われているのが青い竜と書いてグリーンアロワナ、まあ、アジアアロワナの中では比較的購入しやすいアロワナで、まあ、目立つ色にはならないです。ある意味地味なアロワナ、うん、まあ、だけど好きな人はすごく好きなんだと思いますけど、ちょっと地味なアロワナっていう感じのアジアアロワナでございます。というわけで今回私が買ったのは加瀬金流と高瀬金流のハイブリッド、まあ高瀬金流自体がハイブリッドなんでね、はい、まあ、それと加瀬金流のハイブリッド、うん、だそうなので金を巻く、可能性は非常に高いと書いております。だがしかし高瀬金流でも10万円余裕で超えます。はい、大きくなってるものですよね、 金色のものだと。である程度立たないと金の感じはわからないそうです。まあ見分け方っていうのはあるそうなんですよ。まあそのアロワナの耳ら辺の発色とか背びれの根元を見るとかいうのもあるんですけど、そんなことも全て今回はもう関係なしとして見た目でこれってこれでいいと思って、2万5000円のぐらいのアロワナを、うん、アジアアロワナを買いました。到着は明日となっております、はい、さあどんなアジアアロワナ金流が来るのでしょうか。まあ、皆様の一つの目安として2万5000円で売られている加瀬金流、高瀬金流、まあ加瀬金流だけの名前じゃないんでね、まあ、2万5000円ぐらいで売ってる金流と言われるアロワナのグレード、感じっていうのはどんなもんなのかを、まあ僕もこれから飼育していきますんで見ていただければ、まあ選択肢の一つ、そらねすごいお金出して買って満足いく場合もあるし、いいお金出したけどがっかりする場合もあると思う。だがしかし2万5000円で買った加瀬金流、高瀬金流、仕方がないよねっていうやつですよ。3発や1000円か、1000円カットいって3発失敗されても仕方がないよねって思っちゃうこともできちゃうじゃないですか。その感覚で私初めてのアロワナ、アジアアロワナを始めたいと思います。というわけでアニマルパテモソアロワナに手を出しました。明日を楽しみにしていてください。アニモー。